はい、堤幸彦65歳です。今までいろいろ YouTube やってきましたけども、一番楽しみにしておりましたですね、私のソウルメイトであり、ある意味仕事上の上司でもあり そして戦友でもあり、今後また残りの人生をですね、大勝負をかけていきたいなと思う仲間をお呼びしました、 TBS の上田博樹さんです。上田博樹55歳です。よろしくお願いしますさんみたいな作品を TBS の中にできないのか、それは継続の始まり、私にとってもターニングポイント、監督がチャンスをくれたんですよね。いよいよ我々はスペックという作品を出すわけですよね、はい、TBS に革命を起こした作品なんですよね。他局でもそのスペックを真似しようという狂気はなかなかこう出てこなかった。上田さん的にはもうこのスペックの世界は終わった？私ね、京都大学が好きで昔から反骨精神とかね、独立心とか、あと変わった人が多いじゃないですか。なんか誰か創立者かなんかのところに毎回紛争を凝らして、凝らしてあります誰ですかね、なんか焼きそばんとかいろんなやつがこう歴史になってて、ネットで調べると銅像の先生 あの歴史がこう書かれて、銅ポジでどんどん変わってきて、なんかそう分かんないけど、まあ、とにかくむちゃくちゃだと、むちゃくちゃ、まあ、吉沢亮はもうまだ残ってますからね。 ありますね。京大の中では例えばなんかゴダールを研究してるとかそういうのじゃないの？うん、シルベスタスタローンですロッキーとランボー、ロッキーランボー、京大っぽくねえな僕だって大学教授に TBS に受かりましたって、僕ドラマのプロデューサーになりますって言ったら、うん、君それは芸人になるのと何が違うのかねって言われて説明しようとしたらバッと電話を取って日本生命に、日本政府の人事に電話して入れてやるから、そんなところはすぐ断りなさい。いや僕はドラマを作りたいんですみたいな、そんな話をしたんだけど、なんか3分ぐらい先生固まってじーっと考えて、まあ、君は自由に生きるといいよって言って、まあ兄弟の中でも僕はまたパンクだったので、なるほどなるほど。でもそれで TBS 入って、はい、すぐにはドラマの現場には行けないじゃないですか。そうです、 AD やりました、 AP と。それバラエティやったんですか？バラエティもやりました。クイズ100人聞きましたで、ある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 とか、ま、前説とかやったりして、あ、前説やるの？皆さんこんにちはーって言ったダダ滑りをこう背中でトッシャンですっていうのを僕がやってあ、それも習いました先輩から。で最初についたのはどこなんですか？一番最初の家庭の問題っていう番組ですね。でバラエティ班の中にドラマを作る部署があって、でそこに入れられたんですよ。でそれ3ヶ月で番組が、まあ、終了して、それでクイズ100人聞きましたに入って、でその後クイズ当たって 25% っていうオールスター感謝祭の前身の番組に、はい、そこでプロデューサーの師匠の加藤海智さんっていう人に出会って、はいはい、キャスティングとか、うんうん、新しいものを作る時の腹のくくり方とか、海外からライセンスを買って作る、はいはいはい、しかも芸能人を200人呼ぶ、番宣として逃げようってことだったんですか、じゃあ最初。いや違うんですよ、純粋にあれレギュラーだった。そうなの。その番組自体がちょうど半年で終わって、はいはい、言うたらその海智さんの中でのなんか優しさみたいなものがあったんですね。ドラマ部人の部長に行って、上でドラマをやりたいと言っていると、だからドラマをやらせてやってくれというふうに言って、そのドラマ部に入れてもらって、いい上司ですね、はい、それで、うん、木島さんっていう方がその、はいはい、僕が1年目に出した企画で総理大臣誘拐事件っていう、憲法改正をするために総理大臣を誘拐する事件を作って、総理大臣がその誘拐事件にその屈しないっていう姿を演出するっていうのを、電通の第9営業部が落ち目の TBS にその
TBS40 周年企画として持ち込むっていう企画だったんです。それで結構先輩たちが面白がってくれて、入社1年目なんだけど企画を通してくれて、そしたら報道から文句がついて、報道特番っていうタイトルは許さんと、で総理大臣誘拐事件っていうのも許さんと、で総理大臣誘拐されるっていうタイトルに変わって、脚本が牧田さんなんですよ。いや、そうなんだ。 その時からもう牧田さん知ってたんですか？牧田さん先輩ですよね。そうなんです。僕のついていた橋本さんっていう、またこれも兄弟の先輩で変わり者なんですけど、その先輩が牧田さんにお金もないから友達価格で脚本を頼んでくれて、兄弟つながり、兄弟つながりで、僕の知らない間に脚本打ち合わせがあって、出来上がった脚本が俺の企画と全然違ってて最後なんかみんなで盆踊りを踊るみたいなことにされちゃって俺は冒頭特番ですっていうところから入りたかったんですよなるほど、なるほどそういうのはダメだみたいな、まあそういうのがあり、それを見ていた木島誠一郎さんが、じゃあお前俺の下について3年後にプロデューサーデビューやれと、だから変わり者で嫌われ者だったんだけど、まあ、拾ってもらって、それで私の運命っていうドラマで私こうピーデビューさせてもらって、でジューンブライドっていうドラマの時にオウム真理教の特番を横でやられてでジューンブライドはその特番の合間で数字が悪くてオウムに潰されたんです。潰されたんです。あのね、同じ被害を私も被ってます。あ、そうですか。私さよなら日本っていう尾形健さんが、はいはい、口説いて主役で出てもらったら、沖縄の島、宮古島の北側の島が日本から独立するっていう、それこそ総理大臣誘拐じゃないけど素晴らしい企画を持っててですね、はいはい、ところが撮影して公開までの間に、公開大手配給決まったんだけど、尾形健が自分で決めたコム・デ・ギャルソンの ロング白シャツみたいなが、オウムのサマナ服にそっくりで、なるほど、そっくり で俺がギャグで作ったその派出所が防衛省になるとか、村役場が国会議事堂になるとか、これはオウムの象徴システムにそっくりで、あで結局1年オクラで日本で3巻とか2巻でも、監督はその直後からその日テレでその破竹の勢い、破竹かどうかは分かんないけど、いやもう本当に破竹の勢いで、その TBS で僕その後編成にまあ、飛ばされたというか、まあ、その時の編成部長がその後社長になるんですけど、編成部長がそのお前はいずれプロデューサーとして現場に戻してやるから編成でいろんなものを学べというふうに言ってます。何年いたんですか？2年半ぐらいですかね。よくわからないんですけど、制作のプロデューサーはなんとなくわかるんですよ。もう編成って何をするんですか？企画を決めるんですけれど、企画を決めるにあたってそのいろんな大手事務所とか、うん、で僕バラエティーとかもやらせていただいたので、その時にそのスマップのその香取慎吾君を出したいっていうバラエティーのプロデューサーがいたので、うん、その TBS の代表としてその企画総括の方と僕と、僕は小僧で行ってメモ取るみたいな感じなんですけど、そのスマップの出会いはそこだったりとか、番組のプログラムを立ち上げるときにそのプロデューサーと一緒にそこが接点なければその新しい事務所のところに一緒に紹介しに行ったりとか、現場にはプロデューサーを励ます仕事でもあるし、そういうふうなこととかやりながら、その中で立ち上げたのが織田信長っていう木村拓哉さんの、はい、番組で、それをやりながらそのある先輩に、お前牧田さんに最初脚本をやってもらったろうと、それでその堤さんみたいな作品を TBS の中にできないのかっていうことをお前開発しろっていうふうに言われたんですよ。やっと来ましたね、継続に。そうなんです、そうなんです牧田さんにその堤さんがやってるような番組、エンターテインメント、八木康夫さんとは違うエンターテインメントを作りたいんだというふうな相談をしたら、牧田さんは非常に温厚な方なんですけど、温厚ですね、上田さん TBS ではそれは無理ですと言ったんだ。バッサリ直接言ってくれればもうすぐ OK なんだけど、いやいや、そうなんですけどそれで牧田さんが、上田さんもし本気で
ああいう作品やりたいんだったら堤さんに頼むしかないですよっていう話になったんですよ、はい、それでその牧田さんがその堤さんの窓口をやってくださって、それが継続の始まりでした。そうですね、牧田さんは、まあ、そのずっと先になりますけど、トリックっていうのも、はい、牧田さんから声掛けをいただいて、まあ、僕自身としては演出家として新たな流れというか活路を見出したいところに本当に渡りに船ですね、上田さんに声かけてもらって、初めて TBS の新社屋に。そうでした、初めて新社屋でしたね。入り方も分からず、そうです、そうです、で1階の喫茶店かなんかでお会いして、とんでもない、でもイメージだったでしょ、長い髪で束ねてらっしゃって本を読んでらっしゃって、それでその見えですね、見え、まあポーズ、いや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 だから待たせたんですよね、僕はね。そうでしたっけ。そう、待たせたんですよ。それで15分ぐらい遅れて行って、その喫茶店でこういうふうな話やりたいんですっていう話をしたら、そのエッジをどうしましょうかみたいな話とか、ね、テイストですね、それから雑談とかをいろいろしていただいて、でも多分一番深い話をしたのはキャスティングが不調に終わった後に渋谷の焼肉屋さんで、仕事向きの話じゃないんだけど、まあいいんすよって、そういう作品こそ伝説になりますよみたいなことと、あと俺はもっと悔しい思いみたいなのをいっぱいしてきたから、こういうこと慣れっこですよっていう、俺は上田さんを見放したりしないから、一緒に地獄の底まで行きましょうみたいなこと言ってくださったんですよ。なんかかっこいいこと言ったの。そういうこと言ってくださった。肉が食いたかったじゃん。いや、肉ね、多分2人とも本当に食べなくて、肉がね目の前でじゅーっと炭になっていくのを見ながら、その言葉を聞いて、本当に予定してたね方がちょっと嫌じゃっつってね、うん、おっしゃって呆然と2人で立ち尽くしたっていう瞬間があって、クランクイン2週間前ぐらいでしたね、ゲロゲロってなったんだけど、その後のその上田さんのリカバリー力っていうか、それはすごかったですね。まあ継続という作品は先に結論から言っちゃうけど、もう本当に私にとってもターニングポイント、絵的に私がずっと何年もやりたかったことを実現できて、それをまた上田さんがね守ってくれるのよ。いや本当に蜂の巣をつついたような騒ぎになり、番宣の時に実は目だけのポスターになったんだけど、うん、はい、最初唇だけのポスターだったんですよ。そうですね、でそれがその縦型にしよう、うん、それはそのパッと見た時にその女性の陰部の形だと思うかもしれない、うんうん、タイトルバックもその普通のお肉を出そう、でもそれは内臓に見えるかもしれない、そういうふうな全ての日常の中にタブーだと言われているものと、うんうん、全然そうでない日常のものとかあるのに、うんうん、タブーって何なんだみたいなことをタイトルバックでやりたいみたいなことをこう監督もおっしゃったし、僕もその宣伝でその縦型の唇っていうのはすごくかっこいいなっていうふうに思ってたのに、そんなものが出せるかというそのダメでしょう、ね、部長の宣伝部長のもうそれと大喧嘩になって目だけのポスターになって、もうそれはやっぱり夜中泣きましたね、もう悔しくて。 あとスタジオ貸せねえとか、カメラを池田にやらせるんだったら編成にお前戻って編成局でやればいいじゃねえかよとか、あいろんなありとあらゆるその利権とそこに居座る老名主たちがどこにもいたんですよね。あーテープ納品したら黒がダメだ、納品しても怒られんのかみたいなあこの黒みは TBS で出してはいけない黒みなんだみたいな、ありましたね。それはあなたのルールなのか TBS のルールなのか、 TBS のルールだったらそのルールのルールブックを俺の目の前に出せって言ったんですよ。あそれをそのそこまで言ってもその黒はダメだっていうのかみたいなことを戦っていかざるを得ないんだっていうのをなんかこう思ったっていうか、ね、ほんで MA もその緑山の MA ルームでやってくれと、そうそうそう、
プロトゥールスを持って志田さんがやってきて、その、ね、コネクティングするために1日前に来てテストしてっていうこともやって、でもその TBS が堤監督がやったシステムで実は今ドラマってほとんど動いてるんですよね。そうなんですか。そうなんです。プロトゥールスもその後導入されたし、それまで6ミリテープですよ。そうですね、まあ、ちょうど端境期だったっていうのはあるのかもしれない。端境期だったけど、それを変えようっていう動きが何もなかった、うん、でもどうですか、ここに参画した伊佐野さん、当時ね伊佐野監督、はい、金子監督、うん、今井夏樹さん、大変理解していただいてめちゃくちゃ頑張ったじゃないですって、俺が上から目線で言うのも変だけど、よかったんですかね、僕みたいなはぐれ雲が。いや無茶苦茶なことをして。だ、堤さんは本当に黒船だったし黒船以上に新しいドラマの作り方みたいなもののメソッドをルフした方ですよね。いやいや、本当に、まあ、ちょっと自分では分からない、あの技術のリーダーの島崎さんがね、はい、すごいなんか理解してくれて、島崎さんはあの変わらないといけないんだ、うん、あの堤さんの今のメソッドはみんな見学しに来るべきだって言って声かけたんだけど誰も来なかった、うん、一見ね推理もののカテゴリーにドラマとしては入っていたし、そういうのに準化していた回も若干あるけど、ほとんどは非常に深い人間の影の部分をドラマにしていくっていうものすごい離れ技でしたよね。それはね、1話からでも、あの堤さんが台本に魂を牧田さんと2人で入れてくださったんですよね。秋吉久美子が謎の笑みを浮かべるっていうのは監督のアイデアなんですよ。なぜそうするのかっていう、その抱かないけど愛なんだっていう風な話とか、人間にはあるじゃないですかっていう。でもそれはあのドラマの僕が今までに習ってきたメソッドと違うんですよね。よりたくさんの人の話。でもその堤さんは熊の置物ってみんなバカにするけど、熊の置物に思い出がある人もいるかもしれないっていう説明をされて、衣装合わせの時にもこういう風な人っているよねっていう時に、こういう人生を歩んできたからこの人はこうなんだっていう説明をされたんですよ、監督が。私が、はい、そんな高邁なことを、高邁でワンポーズでいいやって言ったんですよ。いや全然いや結構一生懸命してたから最初はねワンポーズで行こうって言ったのは何パターンかやった後に、いやこいつはワンポーズだなみたいなことを監督がやっぱ何か降りてきて決まったんですよ。そうなんですよね、あの東大の図書館にいるような人っていう。そうそう、でなんか東大の腕時計が欲しいとか、はい、とにかく僕と上田さんの作品作りって衣装合わせで大きく方向が見えるので、なんか降りてくるので、あの11回、はい、11回リハーサル室ですね、できたと言っても過言ではない。倉庫の中で2つ目の誕生がありましたよね。とにかくこのドラマは黒い点々の穴から始まるよみたいなこと言いました言いたんですよね。言いましたよね。採用面接ってやるじゃないですか、はい、なぜ TBS のドラマをやりたいかっていう時に継続と池袋の名前がすっごい上がったんですよ。その朝倉って一体何だろうっていうのは、いや、それの元ネタを明かすと